はい、どうもハミです。今日もですね、もう早速やっちまってるわけなんですけれども、今日はですね、ホセクエルボチビチビやりながら、映像を振り返っていきたいと思います。今日の作品は松本清張作品です。短編の、小説で白い闇、これをですねドラマ化したものを見ていきたいと思います。白い闇は数多くドラマ化されていますけれども、今回紹介するのは1977年昭和52年に、制作された、テレビドラマです。ハミはですね、年に何回か清張熱にかかりまして、松本清張作品がねすごくね見たくなる、読みたくなる時期があるんですね。でこの白い闇という作品は短編ながら、素晴らしい作品だと思っています。出演は、吉永小百合さん、草刈正雄さんです。もうこれ以上はない美男美女のコンビですね。で脚本がですね、劉智恵さん、中田達也さんの、奥様でしたね。はい、まるで舞台劇のような、何もかもそぎ落としたシンプルさを感じます。はい、それでは一緒に楽しんでいきましょう。
腹減った腹減った。芋煮、今日は芋煮です。小腹が空いたのでちょっと、今日は芋煮を食べたいと思います。 今朝作ったんだけど、温め直して、もう一鍋作ってるんで、うまい。里芋はですね、土芋を買って剥くのがポイントです。うまみが違いますからね。うん、たまらんねこれ。おいしい。はい、今日はここまでです。いかがだったでしょうか。1977年昭和52年制作のテレビドラマ白い闇でした。いや、よかったですね。草刈さんにあんな風に熱く思われたら、あっしは犯罪も許しちゃいかもしれませんね。草刈さんのブラバスの CM を懐かしく思い出します。皆さんはどう思われたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。バイチャ。